この動画はいかなる人物、国家、民族、宗教、その他団体及びコンテンツを貶める意図はありません。また、この動画はネットの資料を参考にしているため、情報の信頼性は保証いたしかねます。なんで私がこんなこと言わなきゃいけないんですか。今回出番ほとんどないからね。突然ですが皆さん、日本の航空機と言ったら何を思い浮かべますか ?97 式飛行艇？それともブルーインパルスで有名な T4？ もしかしたらホンダレッド？はたまたミステリアスな新品？あとは最近話題になった F2？ あ、そういえば。アメリカでは F2 はワイパーゼロと呼ばれていますが、名前の由来って何なんでしょうね。今回はその由来となった、ある官能戦闘機について。お話しします。時は1937年、昨年採用された中国式官能戦闘機の後継機の開発が開始された。この内容は以下の通りである。11式官能戦闘機計画を通称。1、安固戦闘機として敵軽戦闘機より優秀な空戦性能を備え、揚撃戦闘機として敵の攻撃機を捕捉撃滅し得るもの。2、最大速力、高度4000メートルで270ノット。3、上昇力、高度3000メートルまで3分30秒。4、航続力、正規状態、高層馬力 1.2 ないし 1.5 時間、高度3000メートル、加荷重状態、落下上昇をつけて高度3000メートルを高層馬力で 1.5 時間ないし 2.0 時間、巡航速力で6時間以上。5、離陸滑走距離、風速12メートル毎秒で70メートル以下。6、着陸速度58ノット以下。7、滑走降下率、3.5 メートル毎秒、ないし4メートル毎秒。8、空戦性能、中国式艦船、1型に劣らぬこと。10、重装、20ミリメートル機銃2艇、7.7 ミリメートル機銃2艇。10、爆装、60キログラム爆弾または30キログラム2発。11、無線、中国式空1号無線電話機、9式3号無線機等装置。12、その他の装置、
酸素注入装置、消火装置など。13、引き起こし強度、荷重倍数7、安全率 1.8。聞いたこともない数値がラングしていていまいちよくわかんない人のために今回はとある博士を呼んできました。それでは博士、わかりやすくお願いします。私にもわからん。本当に申し訳ない。やめたら、この仕事。データが今映像が見られております。しばらくお待ちください。博士が無の、ゲスンゲスン博士もわからないくらい高度な知識だったため、私から説明させていただきますと、要するに、クッとルーブ層でクッと強くて、クッと長く飛べる戦闘機を作れてるわけですね。そんな技術者に対する嫌がらせのような要求書に対し、立ち上がった一人の技術者がいました。その技術者とは、当時、三菱重工に勤めていた堀越義雄理事です。あまりの要求性能の高さに堀越理事は悩み、速度と滑走性能と航続距離、どれを一番重視するべきか言ってほしい。と聞いたところ、やっぱ滑走性能だな。それ以外は多少削っても。攻撃機を迎撃するために、速度と航続距離を重視するべきって。はっきり分かんない。と意見が対立したため堀越理事は、それらを両立できる機体を目指して設計しました。1939年に試作1号機が完成し、翌年の7月24日に試作3号機が採用されました。皆さんお待たせしました。主役機も登場です。電式艦砲戦闘機11型、冷戦の先行量産型で艦区、基地に配備されました。なお、作艦フックはないもの、艦砲戦闘機とは一体。8月19日、ついに冷戦は一戦に投入された。冷戦に与えられた任務は、空母駆逐、陸上攻撃機の護衛だった。しかし解析はせず、冷戦の性能を十分に生かすことはできなかった。それは中国軍の戦闘で、光線を立てるために日本軍機が去った後に外戦艦を飛ばして、飛んばらったように見せるものだった。これを逆手にと9月13日、ようやく解析することができた。日本軍の戦力は冷戦13機に対し、中国軍の戦力は I-15 が19機、I-16 が15機、合計34機からなる大戦隊だった。しかも、この戦隊の中には中国軍の中でも精鋭である、第4飛行隊がいた。第4飛行隊は冷戦による奇襲を受けて撃墜されてもすぐさま戦隊を立て直し目地へ誘い込むなど、まるで初陣で動揺していた日本軍を見透かしたような戦法を展開するも、旧式の戦闘機であった I-15 や I-16 では最新型の冷戦にかなうはずもなく、次々と撃墜された。この戦いで冷戦は機銃が故障した知らねあらおたりを除いた12機すべてが一機以上撃墜するという大戦果を挙げた。この際、冷戦にも攻撃機のような防弾タンクが欲しい。という不満がパイロットたちから出たが、小山正一技術隊は、冷戦の特性である空戦性能、航続距離が失われるので高速性、戦闘性を生かし活動し、効果を発揮すべき。と説明し、大西滝技能士も、今の議論は技術官の言う通り。と言ってパイロットたちを収めた。後にこの問題が深刻化するとも知らずに、時が経って1941年12月7日、日本軍による原井島の米艦隊への航空攻撃および潜航艇による攻撃通称真珠湾攻撃によって大西洋戦争が勃発した。日本軍の奇襲によって米軍は大混乱となり、迎撃機を上げる暇もなかったため、米戦は機銃操作をするくらいしかできなかった。対米戦においても米戦は猛威を振るい、1941年の12月7日から1942年の3月までの間、471機もの米軍機を撃墜、または地上で破壊した。当時米軍の主力機であった F4F ワイルドカットと比べると、米戦は重降下速度と防弾性能で劣っていたが、上昇力と速度性能、旋回性能で勝っていた。米戦は旋回性能だけでなく、安定性にも優れており、格闘戦中でも射撃を命中させやすかった。とはいえ、22mm、機関砲は弾道が 7.7mm、機銃よりも垂れるため、よく狙わないと当てられないほか、弾数が1門60発しかないため、未停車で全弾消費してしまうパイロットもいた。ちなみに冷戦が採用される少し前から冷戦に関心を寄せていた国があった。その国とは、なんとスウェーデンである。
なんであのスウェーデンが？と思う人が多いだろうが、そこには中立国、特有のとある事情があった。中立国はどちらも偽名でもないので、双方の偽名から様々なコンタクトが来る。演奏開始ください。お願いします。それでは謝ってよ。今ご覧になった映像はイギリスとアルゼンチンの紛争、フォークランド紛争の時にイギリスの爆撃機であるバルカンが空中給油に失敗して中立国のブラジルに不時着し、それを回収するためにイギリスがブラジルと交渉している時の映像である。交渉の結果、バルカンの武装を没収することを条件とし、バルカンと合意は無事帰還できた。このように、中立国も中立国で大変なのが、当時のスウェーデンにもそれは例外ではなく、緊張していく欧州情勢に不安を感じていた。しかもスウェーデン空軍の戦闘機はまだ服用機であった。スウェーデンはアメリカから P-35 や P-66 を輸入したが、アメリカがイギリス以外の国への武器輸出を禁止したため、少数しか配備できなかった。そこに日本がスウェーデンに冷戦を輸出する話が入ってきた。結局、情報の漏洩などの理由で冷戦の輸出が実現されることはなかったが、もし冷戦が輸出されてたら、スウェーデンの山奥で飛ぶ冷戦の姿が、なんともシュールである。話を戻すが、1942年の6月、米軍は悪丹島に不時着した冷戦を発見した。悪丹島で発見されたため、この冷戦は悪丹ゼロと呼ばれた。当時冷戦についての情報は機密事項であり、不時着した機体は破壊するなど徹底した情報管理を行っていた。ではなぜ、アクタンゼロは米軍の手に渡る前に破壊できなかったのか。それは6月4日、日本軍はミッドウェー作戦と並行して、アラスカ南方沖にあるアルーシャン列島を攻撃した時のこと。空母誘導から発艦した攻撃部隊がカタリナを撃墜し、生存者に機銃操作を行っていたところ、2番機の小型機が地上または海面からの攻撃を受け、潤滑油系統が損傷し、不時着しようとしたその時、ぬかるみにはまり、機体がひっくり返ってしまい、機体こそほとんど無事だったものの、パイロットであった小がその衝撃で即死した。機体がひっくり返っていたため、コックピットが見えず、小がの安否がわからなかった、余気は小がを破壊するのをためらった。最終的に、余気は小が生きてると考え、破壊せずに帰港し、小がを救出するために、潜水艦が悪丹島に向かった。潜水艦は小がを捜索したものの小がは見つからず、さらに駆逐艦ウィリアムソンが現れたため撤退した。そして1ヶ月経った7月10日、キーを失ったカタリナがコースを戻すために悪丹島を通った時、カタリナの機長が小型機を見つけた。8月にはシアトルに運ばれ、垂直安定バムアララー、サノピーなどの修理が行われた。米軍は悪丹ゼロで様々な実験を行った。そして冷戦の情報が次々と明かされていくのであった。冷戦は低速でも機動性こそ高いものの、200ノットを超えたあたりからエルロンが重くなり、ローイング速度が遅くなった。この逆転は日本軍も分かっていたようで、エンジンの2速、下級機付きの栄え21型に換装し、翌端を 50cm 切り落とした冷戦32型が開発されていた。32型はロール性能を改善しただけでなく、速度性能や濃縮力、降下速度などが向上したが、航続力の低下が嫌られ、少数しか生産されなかった。ちなみに32型は米軍に新型機だと思われ、新しいコードネームが付けられた。また、冷戦は徹底的に軽量化されているため、降下制限速度が低く、避難にも弱かった。それらの結果を踏まえて米軍は、冷戦と格闘戦をしてはいけない。背後が取れない場合は、時速300マイル以下で冷戦と空戦してはならない。逃走する冷戦を追尾してはならない。という3つのネバーと呼ばれる勧告を冷戦と交戦する可能性があるパイロットに送った。3つのネバーを確立した米軍はそれをもとに対冷戦戦術を編み出した。1つ目はサッチイール戦法と呼ばれるもので、2機ネバリーを組み、S2 型に旋回して交差することによって互いを援護し合えることができる戦法である。一見、ドイツ軍のロッテ戦法と似ているが、サッチイールは横方向の軌道が中心であることに対し、ロッテ戦法は縦方向の軌道が中心である。サッチイールの他にも一撃離脱戦法などがある。これは目標の上から降下して攻撃した後、降下時の速度を活かして一気に離脱する戦法である。
これはこちらも降下して速度を合わせればカウンターが狙えるが、冷戦は米軍機と比べて降下速度で劣っていたのでこれができなかった。その他にも、パクタンゼロで得られたデータを元にして作られた新型機 F6S ヘルタットの統合も冷戦を苦しめた。冷戦のパイロットたちはこれらに対抗するためにひねり込みという空戦機能を編み出したものの、高度な技術が必要だったり、やり方が人によってバラバラだったりしたため普及しなかった。こうして冷戦と米軍機の立場は逆転し、冷戦の燃焼劇は幕を閉じた。1942年の6月、ミッドウェー海戦で空母4隻、航空機300機以上を失った日本軍は次第に押されていった。これによって冷戦の活動範囲は狭まり、そしてちょうどこの頃、悪戦島に冷戦が不時着した。冷戦が劣勢に立たされたため、日本軍は冷戦の弱点に着目し始めた。1943年4月に行われた、ガダルカナル島やニューギニア島の港への空襲、以降作戦での戦訓では、戦闘機といえど、将来においては防御を考慮すべき。悲劇墜の大半は火災による。これを防げれば、戦闘能力は驚異的に上昇する。というものが含まれていて、同年に開発された冷戦号新潟には、自動消火装置やボウガンガラス、座席後部のボウガンボウガンなどのボウガン装備が導入された。号新潟は様々な改良を施され、3新潟と比べて最高速度が 20km も伸び、上昇力も向上したが、それでも米軍も戦闘機と渡り合える性能とは言い難かった。米軍や陸軍は次々と新型機を開発し、導入していったが、海軍は新型機の開発が遅れに遅れ、一向に進まなかったため、冷戦は改良を加えられながら主力機として戦わざるを得なかった。戦況は悪化の一途をたどり、ついに日本本土にまで爆撃機が飛来してきた。高高度での性能低下が激しかった冷戦では高高度を飛行する爆撃機を迎撃することは難しかったため、ライデンや自然が迎撃を行った。とはいえ、この2機はトラブルが頻発し、冷戦の完全な代替には至らず、冷戦はまた回収の道へと進まざるを得なかった。双方の代わりに 250kg 爆弾を装備できるようにした戦闘攻撃機型の6新潟が最後の量産型となった。戦争末期になると冷戦も特攻機として運用されるようになり、他の有名な神風特攻隊にも配備された。戦後は中国内戦で双方の党によって運用されたり、1949年のインドネシア独立戦争では独立派ゲリラによって少数が運用された。最初こそ輝かしい勝利を飾った冷戦だが、最後はひっそりと静かに時代の中へと埋もれていった。そして時が経った2016年、ゼロエンタープライズジャパンによって一機の冷戦が復元され、海上自衛隊の基地である鹿屋航空基地で試験飛行が行われた。本機はアメリカで登録された機体であるが、日本人所有の機体で、戦後初めて日本人所有の冷戦が日本国内で飛んだ。それから1年後の2017年、レッドブルエアレースワールドシリーズの千葉大会でも冷戦がデモ飛行を行った。第2次世界大戦の初めから終わりまで日本に寄り添い続け、戦後も愛された冷戦はまさしく名機と言えよう。まずは投稿が遅れてしまい、本当に申し訳ありませんでした。完成直前で編集データが消し飛んでしまったり、BS 際、ゲスンゲスンリアルが忙しかったりしてなかなか編集できず、結果こんなに投稿期間が空いてしまいました。初めて解説動画を作った感想ですが、いかに飽きさせないように編集するかが大変で、しかも時間の都合により後半かなり投げやりでした。もし情報が違ったり、編集について何かアドバイスがあれば、ぜひコメントお願いします。それではご視聴ありがとうございました。